西漢方薬店の西です。1分でわかる生薬解説、本日は奥義になります。マメ科の多年草キバナ奥義の根を用います。奥義は乾燥し痩せた土地を肥やす力があり、砂漠化対策に重要な植物です。土地というのは地球の体表部にあたるので、奥義を人に用いると体表の部分に栄養を与えます。漢方の働きとしては補薬の腸と言われ、気を補う補気作用、水を裁く利水作用、汗が漏れ出るのを防ぐ弛緩作用、燥火の要薬と言われ、燥火とは慢性的に化膿症で苦しんでいる人のことで、その人たちを助ける排脳を促す排脳作用があります。代表的な処方に人参と配合して体表と体内の両方を補う補中益気湯、水太りや多汗症に用いる防衛奥義湯、慢性化した化膿症に用いる薄利消毒散などがあります。ぜひ覚えてください。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっておりますので、ぜひご気軽にご相談ください。それではまた。